まず、発災直後から繰り返し NHK などで流していたことが、日本人は放射能に強いと、ヨウ素、昆布、わかめをたくさん食べているんで、放射能に強いということを、私は知りました、非常に勉強になりました、それからですね、格納容器は核爆発に耐えられるということですね、格納容器は何が起こっても健全ですということを枝野幸男さんという官房長官に教わってですね、これは本当に、あ、そうか、格納容器というのはもうあらゆる物質より強いんだなということを学んで、これも本当に勉強になりました。また私が非常に誤解をしていたのが、プルトニウムは危険だというですね、そういう情報をこれまで知っていたんですが、どうも日本では違うようで、プルトニウムは飛ばないということなんですね。池上彰さんという、まあ、NHK の大先輩、尊敬している方が、ニュースの解説で、プルトニウムは重金属なんで、非常に重いので飛ばないと、シンポジウムでご一緒したので、日本青年会議所の飛ばないんですかと、じゃあどこに日本のプルトニウムは何ですかと、日本中にあると、いやあれは上杉君、昔ね、核実験とかやってそれが飛んできたんだよと、飛ぶんじゃないですかと、あっと言って、それ以来、口を聞かなくなってしまいました。残念です。それからですね、プルトニウムは紙があれば、これが防げるということで、そうしたら福島原発の周りに紙を貼った方がいいんじゃないかということも初めて知りました。またプルトニウムは飲めるということを、山下教授や、東大の先生方が、教えていただきまして、私もぜひ飲んでみたいと思うんですが、非常に勇気のない人間なので、ぜひともこれはですね、貝割れを、食べた実績のある菅総理に最後、ぜひ飲んでいただいてですね、そして、総理の座を、明け渡していただきたいなと。まあ、大人が、ね、できれば子供もできるかもしれませんから、これは日本だけかもしれませんが、プルトニウムは飲めるということを、大手メディアの記者の方々は、放送を使ったり新聞、資料で、報じたので、私は新聞とかテレビ結構信じるタイプなんで間違いないと思っております。また知ったことはですね、セシウム、これは、セシウム、特にセシウム137は、これは付着するのが稲わらだけということも初めて知りました。いろんな物質に付着すると思ったんですけど、稲わらだけに付着するということも初めて知りました。あとですね、これ汚染するのは肉牛だけということも知ってですね、これも驚きの連続でした。さらには、飛び散る範囲が福島県内だけということで、県境を越えないというですね、非常に器用な、飛び方をするのがセシウム137ということも、これ日本産のセシウム137と思いますが、それも知ったのも、これは本当に目から鱗の状況でした。あと何といっても、ストロンチウム、90、89も含めて日本の近海を泳いでいる魚の、頭と内臓と骨だけには、いかないということも、これも水産庁並びに文部科学省の調査によって明らかになりました。世界中ではストロンチウムは比較的骨などにたまりやすい、ようなんですが、日本だけは、検査の時にですね、頭と内臓と骨を取るということで、そこだけは、まあ、汚染されないということが、まあ、本当にさまざまなことをこのような形で教えていただいた日本の、既存メディアというのは、まあ、私たちに、まあ、70年間にわたって非常にいい教育をしていただいたなということで、ひすみさんの言ったように70年後に同じことがならないように、ここで一挙にそういう人たちは、終わりにしたいと思っております。